駐車場っていうのは別に、ここね、見晴らしがそんなにいいわけではないですからね。さあ。なんか怖い感じのトンネルですけどね。まだまだこっからですからね。この草かき峠の真骨頂は。一旦これで終わりかな。一つ越えて滋賀県にも入るかな。あ、寝てますね。滋賀県の、これで多賀町。で、ここから、高千穂なんで、高大社とかがあるの、高ですね。これは大変スズラ折りですからね。あ、でも、本当、養生テープで止めるだけでもだいぶ違いますね。本当は後ろ側にね、裏側に、マジックテープの加工とかしようかなともね、思ってたんですけど、ここまでは土砂崩れでもあったのかな。まあ、こんな感じで、頻繁にこういうのが起こります。3、2、1、ゴー！ウィリーはしませんよ、車なんで。車でウィリーしたら大事故ですからね。いや、バイクでウィリーも事故なんですけどね。さらに信号規制で片側交互通行になってますね。なんかイメージなんですけど、もしかしたら気のせいかもしれませんけど、三重県側より滋賀県側の方が土砂崩れが多い気がする。なんでだろう。いや、考えられるのは、どっかの動画で、みじゅまるトレインの動画かな？で、桐蔭駅のあたりでちょっと喋っとった動画で、雪雲がの行方みたいな話をしたと思うんですよ。で、滋賀県側の方からドカーンと雪雲が入ってきて、ここで大量の雪を降らす。で、結構鈴鹿山脈がその雪雲を遮ってくれるんで、三重県側はそんなに雪は降らないよっていう話をしたようなことがあると思うんですけど、その兼ね合いで多分、冬場の間にこっちの方に、雪が、やっぱ積もりやすいんだと思います。そうするとやっぱ雪のね、重みとか、空とね、溶けて、水になってっていうところで、
それらが土砂崩れを引き起こしやすくするじゃないですかね。普通に雨が降るよりも、多分そっちの方のが土砂崩れの率が高いでしょうね。すごいところに来てるな。急でこばすって、あとこの車なぜかセカンド前しかなくてローがないんでね、それぐらいのクリアクレーム道はね、まあまあしんどいですよ。ローだとエンプレでね、ギュッていくんですけど、よし。下がる。一気に下がっていきまして。はは。なんか落石してるね。ね、こういうあたり、セット落石してるもんね、怖っ。車なら避けてはですけどね、バイクはね、ほんと足元捉えるので嫌でしょ、ああいうの。さあ、彦根まで18キロまで来ましたよ。ああ、疲れてよ。